皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーは映画チラシ図鑑。本日で19枚目となりまして、ご紹介する作品はウェズリー・スナイプス主演のブレイドになります。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、このね映画チラシ図鑑というコーナーはですね、日本の独自文化と言っても過言ではないこの映画チラシをめでましょうというコーナーでして、記載事項を中心に、ネタバレなしで私のプチ解説も入れつつお話しようというコーナーになってます。はい、ぜひ面白いですよっていう映画をね、基本的には中心にご紹介してるかなと思います。さて本日ですが、このブレイドという作品ですね。で、この作品でウェズリー・スナイプスの人気は爆発したんじゃないかなというふうには私の中では思ってます。と同時に、この仇役となるスティーブン・ドーフ、このスティーブン・ドーフのかっこよさもね、冴えに冴えたのがこの作品だったんじゃないかなというふうには思ってまして、この共演ぶりは良かったな。だから名前もね、当然ながらこの両名が乗るこのやっぱりこうデザインにしてますよね。見ていきたいと思います。いわゆる吸血鬼ものなんですけどね。はい、ブレイドですね。はい、ちょっと待ってくださいよ。ブレイドこうですね。はい、で、ちょっとなんか やたら光って見にくいですけど、すいません。その肉体は不死身、その魂は人間、彼は血を流すヴァンパイア。どういうことでしょうって。ここがね、このブレイドの良さでしたね。主人公もある存在なんですよね。ニュートン・ホー・シネマになってますね。全米初登場ナンバーワン、新世紀感覚のスリアクションスリラー超大作がついに日本上陸。人間を救うために生まれてきた黒いヴァンパイア、それがブレイドだですね。はい、ですね。ここがあらすじかな。人間とヴァンパイアの根血、善と悪が交差する孤高のヒーロー登場。人間とヴァンパイアの根血ブレイド、ウェズリー・スナイプですね。自らの呪われた運命を胸に社会のあらゆる層に入り込み、人間社会の破壊を企むヴァンパイアから人類を救うため日々危険に身を投じていた。一方、世界中のヴァンパイアを独裁し世界征服を目論む、ディーコン・フロスト、スティーブン・ドーフですね、は最大の敵であるブレイドを抹殺しようと牙を光らせていた。そして運命の瞬間はやってきた。フロストの野望を阻止するべく、そして自らの宿命に向き合うべく敵地に乗り込むブレイド、血しぶきが飛び散る中での壮絶な戦いが今始まろうとしている。ね、そうなんですよ。数あるヴァンパイアものという中で、そのヴァンパイアハンター、ヴァンパイアキラー自身がヴァンパイアという、側面を持っているという、そこのドラマチックなところでしたね。古くはクリストファー・リー・ピーター・カッシングに行けるところのバンヘルシング教授を演じたピーター・カッシングであったり、他にもフライト・ナイトもそうですね。それからフロム・タスク・ティル・ドーンもそうですけども、片や人間と、それに対してこれはもう根血というところの面白さがあった。そして、スーパークールで華麗なサウンド、サントラにはクラブシーンに欠かせないギャングスターフィーチャリング MOP ですかね、マントロニック VS、は読めませんね、区切りが分かりません。スコアはマーク・アイシャムが担当し、荒廃した世界を見事に表現すると。原作コミックは全米でもカルトな人気を誇るマーベルコミックより出版、フィギュアも揃い、すでに大きな話題を呼んでいる。デジタル時代の今だからこそ可能なスピード感と痛快さ、日本でもブレイド旋風が巻き起こること間違いなし。このあたりはだから、そうか、アイアンマンとかと一緒なんですよね。マーベルコミックなんですね。新世紀を予感させる豪華なスタッフ&キャスト。主演のブレイドにはデモリッションマン、ザ・ファンの黒人ナンバーワンアクションスター、ウェズリー・スナイプス。90% のスタントなしのアクションもこなす傍ら、制作も手掛け、この作品に込めた、意気込みが伝わってくる。対するディーコン・フロストには
バックビートね、大好きな映画です。もうバックビート見てくださいね。別に紹介もしてます。私もね、スペーストラッカーで甘いマスクとカリスマ性で熱狂的なファンも多いスティーブン・ドフ監督はエイリアン2の特殊効果出身、デスマシーンのスティーブン・ノリントン。現代的なセンスと無限の想像力をスクリーンに表現する新進気鋭の若手監督として注目されている。ね、かっこいいね、スティーブン・ドフね。そして刺激的なビジュアルとありますね。セブンの斬新なタイトルバックで一躍有名となり、映画界に衝撃を与えたビジュアルクリエイター集団イマジナリーフォースが全編にわたり協力。そのスタイリッシュなセンスと映像感覚で我々の脳を刺激する。剣で心臓を一突きされ消えていくヴァンパイアたちの叫びを見事に表現しているのだということですね。うん、まあでもやっぱかっこよかったなとに思いますよ。だからウェズリー・スナイプスのそのかっこよさは分かるんですけど、で 90% というふうにも見事なんですよね。デモリッションマンでもスタローンと戦い、ザ・ファンでは、デニーロでしたよね。でその後はウェズリー・スナイプス出ましたよね、エクスペンダブルズもね。でなんだろうな、あとあれも良かったんですよ。結構好きなんですよね、追跡者、トミー・リー・ジョーンズが、逃亡者でハリソン・ホールの逃亡者、リチャード・キンブルですね、追っかけるジェラードという警部役をして、そのジェラードのスピンオフ映画でできたのが追跡者っていうんですけど、その追跡者の時の、主演じゃないのか、まあ準主演かな、がウェズリー・スナイプスだったんですね。ロバート・ダウニー・ジュニアも共演で、あの時も良かったですよね。であと戻りましてこのスティーブン・ドーフなんですけど、スティーブン・ドーフはね、もっともっと売れていい人だなと僕は思うんですけどね。ちょっとこう若干地味な映画が多かったのかなというところが思います。いえばこうなんかイワン・マクレーガー風なんですよ、風貌も含む込みでね。だけどなんかもうちょっと当たってる作品が欲しかったなって。その中でこのバックビートも地味なんですけど、もう大好きな映画、ビートルズのね、もう一人のメンバーっていう幻の、スチュワート・サトクリフという、人物を演じたんですけどね、もう悲哀とかね、すごく素敵な演技をされてました。はい、まあそのあたりですね。あとこの映画は確か続編もできてるんで、まあ、そのあたりも見ていただいてもいいのかな。1998年ですね。ですからもう26年前の作品ですけど、全然その古さを感じさせない作品だと思います。はい、スタイリッシュアクションというところでね。はい、いかがでしょうか。こちらのブレイドという作品のご紹介でした。一応ね、何でしょう、今日で19枚目かな、なんですけど、まあ本当にもう何枚あるかもわからない状態なので、かといってリクエストを伺える状態でもないんですね。パッと出てこないんで、なかなかね。だからなんですけど、まあこのコーナーもね、長く続けていきたい、もう何百何千枚と、ご紹介できればなと思ってますんでね、お付き合いいただけたらと思います。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。